はい、どうもこんにちは、元です。皆さん、ついに来ましたダルビッシュセレクション。よっしゃ、やっとできましたよ。待ってました。早速なんですけれども、能力紹介やっていきましょう。まずは栗橋選手ですね。そうですね、結構レフトで、弾道高弾道ミート81、78、70、うん、守備適性としてはちょっと低い感じですけど、チャンス、パワーヒッター、固め打ちか。なるほどなるほど。ちょっとパッパッパーとちょっと見ていきますね。山本選手か。そうですね、まあどうだろう、強いのかな。まあミート広角もあるんで、結構山本選手ラインドライブで強いかもしれないですね。うん、次星野選手ですね。ちょっとそうですね、球種的にはタイピンとかついてるけど、リアタイではどうなんだろう。あんまり使いづらそうなイメージ。セギノール選手ですね。パワーヒッターで、守備が、まあ、ファーストだけか。フルヒッター初球か。そうっすね。結構楽天であると、まあ、あんまりホームランバッターっていう方はいないからいいのかな。ちょっとわかんないんですけど、まあ、セギノール選手と。来ましたね。渡辺俊介選手。9位か76、80、80の制球スタミナのどっちですね。ストレート S か。スロースライダー、スローカーブ、超高速シンカー、スローシンカー。どうなんでしょう。このストレートがね、面白い。この浮き上がるんだったらすごい面白いんですけど、ちょっと使ってみた人をちょっと見てみたいなって感じですね。はい。対ピンチ、切れかい、球持ちと。ちょっとわかんないんですけど、手に入れたらちょっと使ってみたいですね。で、斉藤佑樹選手、ハンカチ王子来ました。オールドーチか。ストレート、高速スライダー、あ、ツーシーム、フォーク、スライダー。なるほど、なるほど。タイピン持ってるね、タイピンか。打たれ強さ人気ということで、どうでしょう、結構、球がね、ただちょっと。145キロなので、リアタイではどうかなって感じですけど。次ダルビッシュ選手ですね。2022年の新ダルビッシュ選手。9位、81、82、83、ストレート、高速スライダー、スラブスプリット、ツーシーム、カットボール、カーブ、縦スラと。球種が増えて抑えが S、で切れタイピンチ、存在感ということで強いっすね。前回の WBC の2009年のバージョンのダルビッシュ選手ということで、うわー使ってみてーなー。かっこいいな、まず画像がかっこよすぎるな。はい、じゃあ次ちょっといきましょう。杉浦選手ですかね。センター、パワーヒッターで、おミートパワー同値か。パワーヒッター、プルヒッター、さよなら男だから、どうだろう。ただ左打者だから、俺はやりやすいんですけど、杉浦選手。まあ、狙いとしましては、僕はちょっと今のところはありがとうございますって感じかな。ロペス選手来ましたね。ファースト、パワーヒッターでミート79、82、62。ああ、いいですね。守備やっぱいいですね、ロペス選手。捕球もスローイングもいいや。パワーヒッター、プルヒッター、対エースか。DNA 純正からするとどうでしょう、いい補強なのかな。ロペス選手守備いいからな。皆さん来ました、バース。確か査定年度が変わってるはずなんで、ファーストがまず C になってますね。でアーティストでミートパワーの同値86、同値最強すぎるでしょ。うわいいね。で超アーティスト降格チャンスか、強っ。1985年の査定のあれかね。打率3割5分で54本、134打点、最強だな。三冠王絶対バース選手まず取りに行きますね。マシソン選手来たね、強いな。
うわ、ツーシーム D。 中継ぎもできるのか、タイピンも持ってるのか、強っ。剛速球、奪三振。ちょっとマッソン選手も欲しいな。リアタイでちょっと使ってみたいっすね。お、黒田選手もいいな、かっこいいな。75、82、81と。もともとツーシーム B、 スライダーカーブ、スプリットも結構落ちるね。 C、 ツーシーム、おお、山崎選手みたいな感じのあれかな。ちゃんとストレートもあって、カットボールもね、また変化量1っていうのもちょっと面白いね。うわ、ここでタイピンがあったらもっと強かっただろうな。ただキレ、コントロール、尻上がりいいっすね。ちょっと黒田選手も欲しいな。いいな、来ました、落合選手。サードでアーチスト、82、83、57。いいっすね、超広角。アーチストチャンス強い。落合さん手に入れたら速攻で継承して極みにしたいと思います。戻りましたね、はい。ということで、ちょっとすごい簡単だったんですけど、まあ選手紹介ということで、まあ僕が欲しい選手としましては、まずはダルビッシュ選手ですね。で、次はバース、マシソン、黒田、落合ということで、1、2、3、4、5、5名の選手ですね。なので、まあちょっとほぼセリーグなんですけど、90連やっていきましょうか。さあ、楽しみだな。よろしくお願いします。それではガチャの方やっていきましょう。よし、じゃあダルビッシュセレクション90連やっていきましょう。今回の当たりは、とりあえずですね、今回は妻の方に90連引かせるので、まあ90年引かせるって言ったのは、1番はバースが当たれば、まあ終わろうかなっていう感じなので、じゃあよろしくお願いします。奥様、我が奥様、よろしくお願いします。
当ててくれよ俺のエナジーがないよ。ちょっと悪いんだよ。当たり。ただバースが欲しかった。でもナイスナイス。落ちちゃいナイス。落ちちゃいも当たり。さあありがとうございました。はい、90連結果ですね。ハンカチ王子斉藤佑樹選手、杉浦選手、ラストに落ちちゃい選手来てくれました。ありがとうございます。いやーまあまあまあしょうがないんですけどね。うん。ただやっぱりバース選手欲しいので、ランキングすごい多分このランキング熾烈だと思うんですけど、頑張って走ろうかなと思います。いやマッソン選手とかも惜しかったけどもね、また次、まあとりあえずね累計終わらせて、その結果次第でもまだわからないので、ちょっととりあえず累計終わらせてまた動画にしていこうかなと思います。で落合選手もね、すぐ極みにしていこうかなと思ってますので、また使ってみたとかやっていこうかなと思います。はい、皆さんダルビッシュセレクションのガチャはどうしますかね。とりあえず来年か、以前のマー君セレクションの時でしたかね、確か10連から70連まで S ランク確定で、30% はそういったセレクションが当たるのと、50連目で確定のガチャが確か多分出るはずなので、まあ無課金の方、微課金の方とか、まあエナジーちょっと少ないよっていう方は多分そちらの方がいいのかなと思います。はい、まあとりあえずですねランキング頑張ろうと思います。はい、皆さんこの動画がよろしければぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また来年度はですね、チャンネル登録1000人やっていきたいので、もう本当に皆さんの一つ一つの力が必要になってくると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。僕も頑張ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。